身長差とは今日もあるんでしょうか。私168cmで山内155でございます。はい、はい、で今日はこちらの、ケレンの今2人とも着ているデニムシャツジャケットというのをご紹介させていただきます。はい、山内さんが着ているのがもうね、すいません、慌てて急に商品説明山内さんが着ているのがきなりです。きなりのお色になります。真っ白じゃないです。うん、でも結構オフには近いですよね。確かに、はい、こうオフベージュのような真っ白ではないです ね、 ですね。はい、で私が着ているのがワンウォッシュというデニムの、そうですね、ザ・デニムのカラーでございます。はい、でこちらの2色でご紹介させていただいて、サイズは M サイズです。はい、で価格が、価格すぐ言っちゃうのもあれですけど、21,780円で、気軽に羽織れるオーバーシャツのようなデニムジャケットになっております。はい、なんか私たちにデニム系紹介するのが千葉店すごい多いかもしれないですけれども、ね、やっぱり春はデニムだとやっぱり使いやすく、お探しの方も多いのではないかなと思いますので、はい、はい、本当立花さんのように、はい、こう本当気軽に羽織っていただいてもいいですし、なんか詰めていただいてもシャツのように着れるデニムシャツでございます。全身コーディネート見てもらいます。後ろに下がられた方がいいのか。はい、今日は、ね、山内さんチュールのスカートと合わせております。山内さんこれスカートを持ってます。持ってるんですよね。ブラウンのお色味を持ってるんですけれども、新色で、春の新作でこのスモークパープルというお色味と、スカートね。そうなんです、お色がこの3色でございます。はい、今山本さんが着ているのが、スモークパープルというサーキュラーチュールスカートですね。はい、トライノというところから出ている、トラノイン、トラノイン、トラノインさんでございます。山本さんってこの色をお持ちなんですか。今ちょっと私が持っているのは、あ、冬用で、また別の色だったんですね。あ、そうなんです、ブラウンを持っているんですけれども、うん、じゃあこちらがグレーの、グレーっぽいんですけどお色味チャコールでございます。はい、でこちらブラックですね。うん、なんか山内さんはこちらのデニムをご紹介したいときに、やっぱりちょっとこうフェミニンな要素をちょっと取り入れたいなということで、あ、そういえば山内さんこれ持ってるからこれどうということで、はい、急遽こちらにで、こちらのデニムジャケットなんですけれども、裾が前後差で差があるんですよね。そうなんです、後ろがヒップの下ぐらいまで、珍しいですよね。そうなんです、後ろがやっぱりこうラウンドになっていて、はい、少し長めの着丈になってます。ラウンドしておりますけど、ボリューム、ボリュームになっていて、はい、でここにタックが、あ、でスリットだ、スリットが、スリットが入っております。はい、うん、なのでスカートと合わせた時にこうね、綺麗に合いますよね。合いますね。で前も少しラウンドしていて、前と後ろの長さが、あの前後差があるので、はい、ヒップをカバーしてくれるような丈感といったところでございます。はい、であとは程よくやっぱ膨らみのある袖、そうなんです、こうね着るとシャツカラーのようになっていて、今山田さん細めの感じですけど、うん、ちょっとこうなんていうんですか、こっちでも、もっとそうですよね、もっと細めにも締めることができて、この肘あたりからですね、こうちょっとこう下に向けて、うん、分かりやすい写真が、そうなんです、あの細めに設計されているので、うん、ここの折り返し部分からかなりなんか印象が、膨らみはあるんですけど違うんじゃないかなって。確かに素敵ですよね、このお袖、うん、はい、でここのウエストの位置もちょっと高めの位置に切り替えになっていて、ね、このポケットがこれでもフェイクなんですよね。あ、そうなんです、はい、そうなんです、それはフェイクになっているんですが、ちょっとポイントになってくれています。はい、でここの切り替え部分もちょっとシャープに見えるような切り替えで、はい、でボタンの色もちょっとご覧いただきましょうか。シルバーですね、ちょっとマットなシルバーで、わかりますよ、わかります、はい、はい、でちょっとポイントになっていて、襟もないですね。そうですね、丸襟な形でございます。
なんか千葉店のお客様はなんかやっぱ綺麗のブラウスってすごいご好評いただいて、やっぱ着やすかったり、そうですデザインがすごくいいですよね、はい、私は、はい、のワンウォッシュ私は本日はこのアンナ・ケリーさんのジャンパーフレアスカートっていう、はい、ちょっとまあサロペットじゃないですけどワンピースみたいな感じで着ていただく、羽織として、そうですね、はい、なんか今立花店長あのベージュカラーをお召しいただいているんですけれども、はい、他に一応、あ、そうですね、持ってきました、すみません、せっかくですからね、グレーとブラックっていうお色もあるんですけど、結構グレーというちょっと水色っぽいお色なんですけど、一応品番上グレーのお色味でございます、はい、そうなんですね、見た感じはだいぶ水色でございますだいぶ水色ですよねすみません、じゃあ、あとブラックの三色展開のはいワンピースです。すごいわですね、着ると軽いですね、軽いんです、はい、一応この肩元があの2本になっております、はい、なんて言ったらいいですか、ストラップの部分が2本です、もうちょっと上げてもいいかもしれないですけどね、はい、もう結構フレアな感じがしますが、でもポンと縦に落としてくれる形で、なんかヒップが気になる私でもそんなにこうお尻のラインがあんまり響かずに使っていただけるようなこちらのジャンパーフレアスカートにこちらのケレンのデニムシャツジャケットを羽織っております、はい、すごい可愛らしいですね、綺麗ですよね、立花さんってありがとうございます、チュールスカート可愛いです、ありがとうございます、チュールスカート可愛いですね、チュールスカートね、やっぱり華やかな印象になりますよねごじったってご自身で言ってらっしゃってチュールスカート可愛い、ありがとうございます、なのでちょっと私もこのスカート、こういうスカートを履いた時にはちょっとやっぱりカジュアルさが欲しいので、こういうジャケットは使えるのではないかと思います、こんな感じでまくっても可愛いですね、あ、そうですね、この色がやっぱり、はい、いますので、綺麗めなワンピースの時にカジュアルさ出して本当素敵ですね、でここの切り替えもやっぱりお尻で少しカバーできますので、なんかこのデニムジャケット一応 M サイズのみの展開になるんですけど、はい、本当どなたでも着ていただけるようなサイズ感になっているので、ぜひ一度なんか着てみていただきたいですね、あと1枚でもやっぱりこう透けずに使っていただけますしね、そうですね、長くご愛用いただけるような感じ、そうなんです、一応2人ともいない時が多くてすみません本当事故になっちゃう、これデニムのやっぱりワイドパンツとも相性がいいですね、そうです、ちょっとスカートに見えますね、まだまだ、そうですね、まだまだチェックパンツでございます、ご愛顧いただけるのではないかと思います、はい、あ、本当秋口にもお使いいただけます ね、この厚さ、ね、はい、ちなみにこちらは素材は、あ、コットン 100% なんですけど、本当で、まあ、デニムなのでたくさん使っていただければいただくほど柔らかく馴染みがついて、着やすもうより着やすくなるんじゃないかなという形ですね、うん、ポッケこっちじゃなくてこちらでした、ね、ご紹介が遅くなってすみませんやっぱりポッケがあった方が嬉しいですからね、そうですね、はい、きちんとなんか深さもあるポッケなので安心感があります、はい、一応お洗濯が手洗い表記で可能となっております、はい、はい、なんかあの厚さ的にはまあ薄すぎず厚すぎずですよね、本当今にいいですよね今にちょうどいいですね、本当にこれからも薄いデニムでもないので、そうなんです、本当に羽織としても使っていただけるようなデニムかなと思います、はい、はい、あ、なんかコメントで立花さん加藤様っていう、加藤です、お久しぶりです、先日池袋店で購入しました、コーディネートいろいろ教えてください。ありがとうございます。お持ちいただいたんですね。お似合いになりそう。あ、そうなんですね。お見えしたかったです。このなんかポッケのこのボタンもいいですね。あ、いいですよね。うん、本当フェイクなんですけどかっこよく見えて。よいしょ、山内さんもはい、ホワイトをぜひ見せてください。はい。山さんは今ね、全部締めてシャツっぽく着ておりますけれども、ハーレーでもね、そうですね、白もでもあのステッチの色が同じ同色になって、ちょっとでも違う、でもなんかこう、ステッチがやっぱりポイントになっていて、このホワイトのお色味だったら
なんかあの普通のなんて言ったらいいんでしょう、ちょっと失礼だな、デニム練習もしてないので、下を逆にデニムで合わせてもかっこいいと思います。確かに、この違いで、はい、下上が、ね、デニムだとちょっとレベル高そうですけど、下がオフホワイトだといけるかもしれません。そうなんです、そうなんです、はいはい、お客様がさっき水色に見えた、ありがとうございます。水色ですよね、あれは。水色なんですよ。そうですよね。実は。色は水色なんですけれども。確かにグレーのような、でもやっぱりより水色感はありますね。そうですね。あ、立花さんのジャンスカ珍しくないですか、脱いで見せてください。よろしいでしょうか。でちょっともう一回、すみません。ちょっとあんまりポイント確かに誰もいなくなっちゃった。すいません。あ、すみません。裏はこんな色になっております。裏、そうです、ね。この色味で。はい、こんな感じでございます。結構ゆったり加工はしていて、もうちょっと高さがあって、これがあのヌメのブラウスを着ております。お透き感がある。そうですね、ちゃんと着れてますでしょうか。あ、着れてます、よかったです。これファスナーですね。横ファスナーです、皆様。横ファスナーでございます。安心感もある。で、長さがあるので168の私も、はい、で調節可能で、一応こちらでお見せするんですけど、裏にもついております。はい、わかるかな。スタッフは波切さん、何か一つ欲しいって言ってましたね。皆さん着やすいので、うんうん、で自圧なのでちょっと厚めになっていて、なんか安心感のある感じでございますので、ロックしたお素材でもあるんですが、全然湿気感とかもなくお使いいただけるので、お使いいただきます。はい、ありがとうございます。ちょっとなんかすみません、こちらどこのジャケットでだっですって。あ、ケレンのジャケットですね、はい、こちらはケレンのデニムシャツジャケット、ご覧いただいてありがとうございます。価格が21,780円の税込みで、サイズが M のみでございます。ありがとうございます。すみません。皆さんが優しいです。なんかやっぱでも本当一気に変わりますよね。ね、感じが。カジュアルな感じになります。はい、うんうんうん、なんかワンピースじゃあちょっと恥ずかしい。そうなんですよね。ありがとうございます。あ、そのブラウスとの合わせがとても可愛いです、嬉しいです。あ、ジャンスカ欲しくなりました。ジャンスカ嬉しいですね。他のお店にもぜひあのご用意がまだある店舗もあると思います。ぜひお問い合わせいただけたら嬉しいです。なんか本当調節可能なので、低身長さん、高身長さん、本当いろいろ着ていただけると思います。またでもこの、ここが調節が2本でできますので、そうなんです、ぐっと前に持ってきて長さを調整ができるのも嬉しいかなと思いまして、ここがファスナーでいただけます。はい、水色水色ですね。グレーでございます。はい、ありがとうございました。なんか金曜日の夜続々ご覧いただけて嬉しいです。あ、はい、こちらのブラウスはヌメのブラウスですね。ちょっとこちらは在庫が少ないかもしれないですけれども、そうですね、袖今ちょっとグッとやっちゃってますけど、長袖、長袖ちょっと短めの、短めですね、薄めのブラウスになってます。ジャンスカ盛り上がってよかったです。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。いつもご質問いただけて、でも今日の主役のこちらもね、そうなんです、ができてよかったです。着てみていただいた方が可愛さが本当伝わるんですけど、うん、なんかTシャツとかの上に羽織るだけでも一気におしゃれ感増すので、はい、ぜひぜひ、ぜひあの気になった方にはまた土日遊びに来ていただけたら嬉しいです、嬉しいです。今日も皆様コメントをたくさんいただいて本当に我々助かりました。ありがとうございました。またまたなんかもう慣れてなくてすみません。夜を、夜良い休日をお過ごしください。ありがとうございます。